はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということでですね、本日はこちら5代目エゾさんに訪れております。5代目さんといえばですね、先日も僕が並盛りでいろんなものをいただくような動画を撮影させていただいたりですとか、もちろんね、大食いの方多数来店されております。で、本日何をいただくかと言いますと、この5代目エゾさんでは毎月月1回ですね、肉の日ということで限定メニューを販売しております。ちょっと表を見てみると、もう2023年から毎月多数ね、肉を使った限定メニューを販売しておりましてですね、本日はですね、3月度限定のですね、肉の日メニューを僕はいただこうと思っております。で、今月ね、販売するメニューなんですけれども、パイカ丼と醤油ラーメン、これがセットになったメニューということで、皆様にねご紹介したいから、まあ、ちょっとね並盛りをいただいた後にデカ盛りでね大食いしようで食べていこうと思います。ありがとうございます。いただきます。はい、うわ、うまそう。ということでですね、本日いただきます、皆様に提供されるメニューと同じ通常の並盛りメニューをいただきました。今回ですね、1杯目並盛りなんですけれども、スープ込みでだいたい1キロ近くあるということでですね、もうこのセットですでにデカ盛りなんですけれども、1キロを超えました。こっちだけで650。なるほど。両方合わせると1キロ以上あるセットメニューでございます。早速ですね、このラーメンも伸びちゃうといけませんので、出来たてをいただきます。せっかくなんで、このラーメンのスープからですね。あー、うまっ。生姜効いてますね。このちょっとまたあの辛みのある生姜と油の感じがめちゃくちゃ合いますね。うまっ。鶏ガラのみの鶏ガラスープ使う。ガラのみの、普通の通常メニューは全くない感じですね。鶏のガラの甘みと生姜と、うまいですね。ちょっとせっかくですが、この唐揚げもね、揚げたて出来たてを。好きだな。すいません、リュウジさん、はい、今日もあの唐揚げ持ち帰り帰りにお願いします。麺いこう、麺。これ用におろしてるんですね、この麺を。あー、うまー。うまっ。トッピング刻みネギとメンマがあるんで、このあたりも絡めまして、あー、うまっ。ちょっとね、これもう出来たてのパイカもいきましょう。これパイカとは何ぞやったところなんですけれども、豚バラ付近の軟骨ですね、それを使ったお肉でして、軟骨部分もプルプルですよ。贅沢。これ贅沢ですね。いただきます。はあ、うまっ。パイカって骨周りといいますか、軟骨周りなんで、ちょっとね、下処理が甘かったりとか、煮込みが甘いと生臭みというか獣臭さも残ったりするんですけど、もうね、一切なくて、このお肉の甘みとね、この軟骨の柔らかさが最高。うまっ。すごいな、パサパサ感が全く出てないですね。うまっ。ちなみに今現状としては本当に美味しいのでね、楽しいんですけど、この後のデカ盛りがね、どれだけ来るかってところもあるので、ちょっと半分ドキドキしております。なんかね、みんなの肉の日を見ると、大池だと8キロぐらいあるような方も中にはいらっしゃるので、今日のね、ちょっと総重量がどうなるかわからないっていうところでして、後半もしかしたらがっつり大食いになるかもしれないですね。
ということで、ただいまですね、こちら並盛りの一杯完食させていただきました。ごちそうさまでした。続いてですね、注文しているデカ盛り、今作っていただいてるんですが、そのメニューが来る前にですね、この肉の日限定メニューなんですけど、やっぱりね、仕込みがすごく大変だったりもしますので、数量限定といいますか、事前予約制となっております。おそらくなんですけど、僕がこのいただいているセットメニューの予約に関しましては、動画公開後、五代目江戸さんの公式の SNS の方でですね、予約ができると思いますので、これ絶対食べたいよっていう方は、そちらの SNS ね、見てもらって、予約して食べていただければと思います。ありがとうございます。スパイカーでかっ、うわ、並丼と比べるとやばいですね。そうですね、大きさが大事です。今お伺いしたところね、このパイカ丼だけで 1.7 キロのデカ盛りだそうです。むっちゃでかいな。ということでですね、本日のデカ盛り完成しました。二丼並ぶととんでもないサイズになっております。このラーメンだけでも3キロは超えてるということですので、ちょっとこっからはがっつりと大食いさせていただきたいと思います。改めていただきます。さっきはちょっとスープ使ったものをいただきましたけど、こんだけあるとね、使ってない唐揚げもあるので、そのサラのね唐揚げをいただきます。うまっ、やっぱうまいな。でもこのすり鉢乗ってるだけで 1,2,3,4,5,6,7,7,8 個ぐらい唐揚げ乗ってるのかな。で、先ほどの合わせると約10個ぐらいいただいてるので、2ポンド近く唐揚げを今日は食べるということでですね。でパイカもいただいてるし、もうまさしく肉の日ですね。うまい。でもやっぱりこのラーメンのスープのベースが鶏ガラみたいなので、浸した時に唐揚げとバッチリ合いますね。ラーメンの生姜の感じも合わさってさらにうまいな。ちょっとね、ぜひこの肉の日限定のこのラーメンでしか味わえないこの生姜のスープにつけた唐揚げもちょっと一回食ってほしい。めちゃくちゃうまい。バイカも行こう。重った。うわ、めっちゃうまいな。生姜なんですけど、はい、麻油とごま油で和えてる。あ、麻油とごま油で和えられてる。だからさっきのが香味油のような深い油の甘みとか旨味が出てて、そういうことなんですね。ラーメンにもちろん溶いてもいいと思うけど、やっぱりまずはね、ちょっと唐揚げに乗せてね。うん、うまっ。やっぱりね、この麻油の香ばしさのおかげかな、よりこの唐揚げがね、なんかね、香ばしさが増してうまくなるんだよね。あと、いろいろ多すぎて触れてなかったですけど、味玉めっちゃ多いですね、今。その味玉は、パイカのタレで寝かしてあります。あ、ベースはこのタレなんですね。そうです。ってことは、じゃあ、これにセルフでこうしていただいてもいいってことですよね。あ、この合わせ方好きかも。うまっ。せっかくなんで、このパイカにも少しね、この生姜もあえてみましょうか。あ、これはまたこれで合うな。ベースのね、甘いパイカ、味付けされたパイカにこの生姜のね、香ばしさが入ってくると、よりビール。混ぜれば混ぜるだけ増えますね。増えますね。これうま
覚ですか。ちょっと卓上のブラックペッパーでもかけてみますか。うまい。あーうまい。胡椒合う。ということで、ただいまですね、こちら生姜ラーメンの方はね、完食させていただきました。残りはですね、こちらパイカ丼ということで、今現状で言うとですね、割とお腹溜まってきてますので、ここからですね、がっつりと大食いモードで食べていこうと思います。そしたらリュウジさん、もうこれ以上食べると最後喋れなくなると思うので、お持ち帰りさせていただいていいですか。ありがとうございます。せっかくなのでね、ちょっとこう今日は紹介できてますから、ガチフードファイトモードでね、あんまり詰め込むような形でいただきたくないので、このパイカ丼は本日持ち帰りさせていただきたいと思います。ちょっと改めてこの辺りでごちそうさまでした。ということでですね、本日はこちら5代目江戸さんでほぼ毎月ですね、開催する予定となっております。29日限定の肉の日メニューですね、今回はですね、3月に発売する予定のパイカ丼と生姜ラーメン、こちら2種をいただきました。僕ね、この5代目江戸さん、自分の動画で来た時って基本的にはね、並盛りメニューをいただいてるんですよ。なので、このお店にある各メニューはいろいろ単品で食べたことあるんですけど、その上でこの僕でも食べたことない最高のメニューばかりでした。もちろんこの僕の動画以外にもですね、来月再来月とどん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 29日を重ねるごとに魅力的な限定のメニューが販売すると思いますので、そういった情報も合わせてチェックしてみてください。で、最後にですね、この肉の日限定メニューの予約方法につきましては、五代目江戸さんの公式 SNS からね、予約することが可能となっております。僕のね、概要欄の方にも五代目江戸さんの SNS 貼っておきますので、そちらの方からぜひご連絡してみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらを合わせて概要欄からチェックしてみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。